東道高行は、遺説藩の、第十一代藩主。東道家、宗家十一代。文化十年二月九日生まれ。文政七年十二月に、先代の父、東道高沢が死去し、翌年二月二十九日に後を継ぐ。文政八年三月十五日、将軍、徳川恵成に、おまみする。文政九年十二月十六日、十四位下自重。 泉守みるに上任する。天保11年11月16日、左少将に任官する。万円元年12月16日、左中将に任官する。明治元年3月開日、14以上に昇進する。天保13年、幕名により、伊勢神宮警備を務め、放題を築いている。このことから、雄三官校長の斉藤節道と共に、 西洋式軍政を取り入れるなどの平成改革に、勤め、文久三年には、天中組の剣を鎮圧し、源氏元年も京都所へのため兵を送った。幕末期、高雪は、砂漠派で、後部合体を推進していたが、あまり幕政には関わらなかった。慶応四年の母親戦争の初戦であるとは、伏見の戦いでは、当初は、旧幕府軍に組みしていた。しかし、交代して、 橋本を守備していた津藩兵が新政府軍に転じ、新政府軍勝利の一員となった。さらに母親戦争、函館戦争にも派兵した。明治2年、津八万宮境内に三重県五国神社の前身となる、氷中舎を創建し、津藩氏の御霊を祀った。明治4年6月28日、家督を次男の高潔に譲って隠居する。 明治28年2月9日、83歳の長寿で死去した。新選組の八番隊組長、東道平介は、高雪の楽園というが、真相は定かではない。ありがとうございます。